皆さんこんにちは。さあ今回はですね、毎年恒例のね、今年買って良かったものベスト5ってことをね、紹介していきましょうか。去年もね、まあ似たような動画作っていたんですけども、今年もね、まあいろいろね、その機材ですとかね、その提供品含めてね、いろんなものをレビューしました。まあ僕はね、これはって思ったやつね、5つ集めてみました。でまず第5位なんですが、こちらですね。はい、もうね、今見えてますけども、このホリーランドのラーク150ですね。まあいわゆるこのね、ワイヤレスマイクなんですけども、このね、ロードのワイヤレス号以降ね、まあいろんなメーカーからこういったね、ワイヤレスマイク、出ましたけども、その中でもね、特におすすめなのがこのね、ホリーランドのラーク150になっています。で、これね、マイク今僕もつけてるんですけども、さらにもう一個これね、ついてるタイプがありますので、2つ、同時に使うことができるんですよね。でそうすると、まあ対談動画とかでもね、今年、このマイク2つ使っていろいろ動画撮りましたし、ケース兼充電器もねついているので、まあすごくね、あの持ち運びもいいですね。充電もできるのでとっても便利です。で音質もですね、ワイヤレスマイクとしてはね、かなり、優秀でして、まあ様々なね機能も、あるので、動画配信する方とかね、まあ YouTube 撮る方でしたら、まあ1個はね持っておきたいね、なかなかいいねワイヤレスマイクだと思います。続きまして第4位はこちら。ちょっとちっちゃいですけども、Zoom のね F2BT です。はい、Zoom のね、リニア PCM レコーダーで、32bit フロート録音ってものがねできまして、一度電源ボタンをね入れて、録音ボタンピッて押せばね、もう音量の調節不要で、もうすぐに、クリアな音声をね取ることができます。今までね Zoom の H1 って商品使ってたんですけども、あっちの方は、音声をね取る前に音量をねちょっと調節しながら、まあ、あーって喋りながらこうクックってね、ゲイン回して音がこう割れないくらいにやってたんですが、こいつはねこのフロート録音っていうことで、まあ大きい音、ちっちゃい音ね、一気にガッとね、録音して、で、パソコンのね、この編集所でぐーっとこう、原因を調節するんですけども、まあ、原因を上げてもね、訪れしづらく、ノイズもね、かなり少ない優秀なレコーダーになります。操作も簡単で、録音ボタン1個とロックしかないので、動画を撮る前のね、このストレスがかなりね、軽減されました。前は結構いろいろわちゃくちゃやってたんですが、今だったらもうほんとこいつを電源入れて、まあ、録音ボタン押すだけなので、野外で動画をね、撮られる方でしたら、これはね、絶対1個は持っておきたいね、リニア PCM レコーダーだと思います。続きまして第3位はこちらですね。はい、ゼウンのね、クレーン M3 です。はい、ゼウンのね新型ジンバルで、前のねクレーン M2 から大幅にパワーアップしまして、この前のねクレーン M2 が、だいたい 600g くらいのね、カメラしか乗らないんですが、今回はさらに 1kg 以上のね、機材を乗せることができます。で使い勝手もね非常に、向上していまして、この三軸ロックが非常に、ね、秀逸に、できていまして、このクイックリリースプレートもねクレーン M2 に比べてかなりね使いやすくなっています。でさらにこんな風にミニ三脚をね外しますと、もうほんとね 500ml ペットボトルよりちょっとね大きいくらいのサイズ感なので、あの持ち運びにとにかくね苦労しないんですよ。こういったジンバルってね、まあどれだけやっぱ性能が良くてもね、大型のジンバルだとなかなかバッグに入れてじゃあ持っていくかって気にもならないんですが、このサイズ感であれば、まあなんとかねこうバッグとかね、こうボディバッグとかに入れても持ち運びすることができますし、まあ機材を乗せてもねすぐパッと使うことができるので、気軽に動画を撮りたいって方にはね特におすすめのジンバルです。ただちょっと挙動がね、機械的だったりするところはあるんですけども、まあそれをね、サッピータとしてもこうビデオブログですとか旅行に持っていくのであれば、すごくねおすすめの一台なので、ぜひね、今年ねこう旅行とかされる方おりましたらね、このジンバル検討してみてください。さあそれではどんどん行きましょう。第2位はこちら。はい、 GoPro Hero 10ですね。で GoPro シリーズの最新モデルで、最大 5.3K60p、4K だったら 120p までね、いけるアクションカムになっております。手ブレ補正はさらに強力になっていて、水平維持もね前のね GoPro Hero 9よりも格段に向上しています。まあちょっと前にねこのファームウェアのトラブルで中のデータが消えるですとかね、ちょっと異常に発熱するっていうトラブルもまああったんですけども、現行のファームウェアではねそういったことは、ありません。まあ 24fps とかにもね対応しまして、今後の野外撮影ではね、絶対活躍すること間違いなしな、アクションカムの決定版ですね。ほんとね、うちのチャンネルでもこの GoPro Hero 10かなりね猛プッシュしていまして、僕自身ももうねだいたい2日に1回とかね、下手すれば1日2、3回使うくらいね、まあすごい使い勝手のいいカメラなので、もう外でね動画撮るって、なおかつまあ気軽に撮りたいですとかね、手ブレをね、少ない映像を撮りたいって方でしたら、もう文句なくこの GoPro Hero 10買えば、もうねあのそういった悩みから解放されるかと思います。でやっぱコンパクトですしね、もう場所も取らないので、車載からね、まあこれからウィンタースポーツとかもありますので、そういった冬のレジャーとかにもね、ぜひ持ってってほしいカメラだと思います。
さあということでね、5位から2位まで一気にね紹介してきましたが、どうだったでしょうか。まあ撮影機材とかがメインなんですけどもね、もしね気になる商品ですとか、これどうなってんのってねちょっと聞きたいことありましたら、ぜひね下の、コメント欄ですか、こちらにお気軽にコメントください。さあそしてね、2021年ね、栄えある第1位はこちらになります。はい、まあもうね皆さんご存知の通りでね、アルファ74ですね。はい、今年12月に出たばっかりのねソニーのね、フルサイズミラーレスカメラになります。写真も動画もねそつなくこなすっていう、こう触れ込みで販売されたこのアルファ74なんですが、今までね僕が使ってきた APS-C のアルファ6600などに比べて、まあ暗所の耐性がね、格段に向上したのはもちろんこのフォーカスマップって言われる機能ですとか、ピクチャープロファイル11Sシネトーンっていったものもね、加えられてよりね便利になりました。でもちろん手ブレ補正もね、5.5 段階の光学式手ブレ補正が、追加されたので、今までに比べてかなりね、ジンバルとの相性も良くなりましたし、まあ、手ブレ補正もねかなり強力になりました。前回か前々回の動画で、氷に覆われたでこの地面を、α74 とジンバルで歩いた動画あったんですけどもね、それでもね全然ねこうブレを補正して綺麗に滑らかな映像をね撮ることが、できました。他にもフルサイズの HDMI ですが、 USB Type-C を使ってね給電したり充電したりで、さらにケーブル1本でウェブカムとして使えたりとね、まあ、非常に利便性の高いカメラで、まあ、今後うちのチャンネルの、ね、映像はほぼこの α74 で撮っていくかと思います。まあ、まだまだね、手に入れてから日は浅いんですけども、今年一番満足感のね、高い一品となりました。はい、ということでね、2021年良かった商品ベスト5全部バッと並べてみましたが、どうだったでしょうか。まあ、全部ね撮影機材ではあったんですが、それ以外にもね、ノート PC ですとかタブレット、そういったものもねあったっちゃあったんですが、やっぱりこう日常のね使用頻度の高さから、考えると、どうしてもこういった撮影機材がねメインになってしまいました。はい、そしてね、1個ランキングから漏れてるものがあるんですよね。実はここにもう映ってるんですが、はい、こちら DJI Action 2です。はい、うちのチャンネルではねかなりプッシュした DJI のアクションカムの新型なんですが、お前これランキングに入れんのかと、まあ、思われるかもしれないんですけども、ちょっとねこいつはですねこの5位の中には入らなかったですね。まあ、そのね、理由としましてはね、アクションカムとしてはね結構優秀なんですが、現行の、GoPro Hero 10よりかもね優れた点がちょっと少なかったり、データ転送や充電がね少し特殊な仕様だったりと、まあ、癖の強いアクションカムなんですよね。でマグネット式でこんな風にガチャッと外してね、まあ、いろんなところに固定できるっていう面白い機能はあるっちゃあるんですけども、まあ、カメラ単体として見た場合ですね、現行の GoPro の方がやっぱりね、まあ、優秀かなと思えるので、今回ねこのランキングの中にはちょっと入れませんでした。まあ、とはいってもですね、非常に面白いアクションカムではあるので、決してこの商品自体がねもうこうどうしようもないとかダメだっていうことでは、ないですね。あくまでこの5位の中に入れるんだったらって話なので、まあ、それだけはねちょっとお忘れないようね、はい、お願いします。決してダメなわけじゃないですよ。まあそんな感じでね、2021年気に入った商品ベスト5、紹介してみました。なんかね気になる商品とかありましたらね、ぜひねこの下の動画の概要欄の方からね、リンクありますので、ぜひね、見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆さんも何かを参考になれれば幸いです。で今後もですね、こういったデジタルガジェット撮影機材ありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。